はい、ロックでございます。今回もトヨタが作ったカーナビアプリモビリンクを使っていきたいなというふうに思っております。だいぶ間が空いてしまいましたが、前回は Apple CarPlay 版、そして今回はですねスマートフォン版をお送りするわけなんですけれども、前回同様このトヨタが作ったスマホアプリはトヨタ車以外でも快適に使えるのか見ていきたいなというふうに思っております。早速外観から見ていきたいと思います。外観はモビリンクということを主張するような個性は特になく、 Google やApple のような外観となっております。交通情報は VIX と T プローブ情報を利用することができます。こっちの場合はプローブ情報を利用するには有料版の契約が必要なのですけれども、モビリンクは、はい、無料でいけちゃいます。太っ腹っていうことでですね、はい。また Apple CarPlay Android 版オート同様に表示したいアイコンのカスタマイズが可能となります。この機能ってとっても便利なのに、他のアプリではできそうでできなかったりするモビリンクならではの機能だったりします。ちょっと例をお見せしたいと思うわけなんですけれども、インストール直後の状態ってこんな感じでですね、割と殺風景な、表示になっております。はい、でせめてねガソリンスタンドとコンビニぐらいはですね表示させたいなと思うわけなんですけれども、これをですねカスタマイズすることで表示が可能となります。ちょっとやってみましょう。よっ、おい、あ、こっちじゃない、よいしょ、よ、これですね、はい。で周辺施設の表示ということでですね、例えばコンビニ、はい、ガソリンスタンド、ついでに道の駅もオンにしたいと思います。これで表示がどう変わるでしょうか。はい、はい、とこのようにですねコンビニとか、ガソリンスタンドのですね表示をすることができました。あとカスタマイズという点では自社位置のアイコンがカスタマイズ可能となります。これは前回紹介した通りですね、無料で利用できるものと有料で購入できるものがあり、今は記念なんでしょうか、スイカのアイコンを利用することができます。これはあの人気ゲームとのコラボなんでしょうかね。はい、ちょっとこれもやってみましょうか。よいしょ、どれだ、現在地マークショップかな。はい、ということでこんな感じでですね、スイカとかメロンとかパイナップルとか桃とかですね、まあたまらない人にはたまらないのかななんていうふうに思ってるんですけれども、このようなアイコンが追加されておりますと。で無料で使えるのも確かあったんじゃないかななんて思ってて、あ、無料ありましたね。例えばゴールデンウィークアイコンっていうのを、選んでみましょうか。はい、まあ、ゴールデンウィーク過ぎちゃったんですけれども、はい、ダウンロードしましょう。はい、ということで自社位置のマーク設定としては基本的には青ドットになるわけなんですけれども、先ほど、お見せしたようなスイカとかメロンとかもできますし、あるいは、そうですね、まあ、パトカーなんかにしてみましょうか。はい、このように設定をすることで、まあなんとなくなんでひっくり返ってるのは、まあなんだろう、 なぜかひっくり返ってるわけなんですけれども、アイコンが変わるということがわかります。ちょっと見にくいんで元戻そう。さらにカスタマイズという意味では、文字の大きさを変えることができます。今ですね、デフォルトの状態なんですけれども、ちょっと、字が小さくて見にくいなという方であれば、同じくですね設定から、こちら文字サイズの、切り替えというのがありますので、これをちょっと台にしてみましょうか。今ちょうど台にした状態になりましたけれども、結構ね字のサイズ大きくなったんじゃないかなというふうに思っております。あとはですねマップのピンチやフリックの感度もよく、特にカクつくようなこともないのでストレスなく使っていただけるんじゃないかなと思ってます。このスマホなんですけれども、Google Pixel 6a ということでですね、特にこうハイエンドのスペックのスマホではないんですけれども、このように快適にサクサクに、動いております。この辺はですねストレスないんじゃないかなというふうに思います。よいしょ。はい、次にですねナビゲーションの機能を見てみたいと思います。目的地の検索にはおすすめ、速さ優先、一般優先のほか細やかな設定をすることができるところが好印象だったりします。また徒歩でのナビゲーションにも対応しているわけなんですけれども、これはですね他のアプリにあるような AR 表示ができるわけではないので、なんかあくまでもおまけ機能かなというような立ち位置なんじゃないかなというふうに思っております。ちょっとやってみましょうか。はい、こんな感じですね。車徒歩っていうのもあるわけなんですけれども、まあ徒歩っていうのをいつ使うのかな、私は個人的には使わないんじゃないかなというふうに思ってます。経路の検索方法については、おすすめ、速さ優先、一般優先っていう他に、
距離優先、有料優先、運転しやすい、省エネなんていうような選択項目もあったり、ETC 料金を表示、スマート IC を利用する、フェリーを利用する、細い道を避けなどのですね、細やかなルート設定をすることが可能になります。では、下の方を見ていくと、今度はですね、経路、どのような経路で、進むのかというプレビューが、表示されます。音声案内もですね、特に問題を感じるような案内もないと思いました。常磐自動車道、水戸北スマートインター、その先、首都圏中央連絡自動車道を通るルートです。さあ、ナビゲーション中の画面はこんな感じです。ナビゲーション中でもルート検索方法を変更できるところがなかなか便利なんじゃないかなというふうに思ってます。ここですね、ナビゲーション中でもおすすめとか速さ優先とか一般優先、距離優先などの、まあ、ナビの方針って言ったらいいんですかね、ナビの方法を途中で変えることができる。これできそうで他のアプリできなかったりします。さらに経路情報を見てみると、どこまで進んだのか、どのように進むのかということをプレビューすることができますし、さらにはよいしょ、その他のですね、周辺施設の表示、あるいはよいしょ、設定もですね変えることができます。はい、このようにですね、ナビ中でも設定を変えられるっていうのがですね、意外と便利だったりします。ただ1点残念な点としては、ナビゲーション中に経由地をここできっとね追加できない点だと思います。これがあればさらに便利だと思います。ナビゲーションに関してはお住まいの地域などによってその評価っていうのはですねだいぶ変わってくるんじゃないかなと思っておりますので、このチャンネルでは詳細まで触れませんので、気になる方がいらっしゃったらですね、ぜひ無料で使えますので試してみていただければと思っております。はい、ということでですね、ナビゲーションに関してはおおむね使いやすいと思うのですけれども、反面気になるところっていうのもあります。一つ目は色合いが全般的に弱いコントラストで構成されていて見にくいと感じた点です。例えば他のナビアプリと比べると緑系の色を効果的に使用しているのに対して、モビリンクは同一の系統の色で統一されていて淡いコントラストで構成されています。これを見やすい見にくいってですね判断されるのは利用者各自の捉え方によるわけなんですけれども、私個人的にはですねちょっと見にくいじゃないかなというふうに思いました。あともう一つなんですけれども、最大でズームした時の縮尺ですね。他のアプリがだいたい最大5メートル単位まで拡大できるのに対して、モビリンクはですね最大がですね、ちょっとよいしょ、モビリンクは最大でもですね、はい、25メートルまでしか拡大できないと。これはですねスマートフォンの小さな画面だとちょっと見にくい感じ、特に路地裏とかですね目的地周辺などの詳細な場所の情報が必要な時に少し不便に感じました。はい、ここからはですねモビリンクの便利な機能を紹介していきたいなというふうに思っております。まずは Google マップで使用している目的地をモビリンクで利用するということができる点ですね。で、これどういうことかっていうと、例えばドライブの計画を立てる時に観光地の情報収集をするとします。この時にモビリンクを使用して情報収集をしようっていう人はあまりいないんじゃないかなと思っております。おそらく Google なんかを使ってですね後から使用するためにその場所をですね Google マップに保存するのではないかななんていうふうに考えてまして、そしてその目的地に行こうとした場合 Google マップからその住所をコピーしてモビリンクにペーストして使用するなどの使用方法が想定できるわけなのですが、モビリンクの場合は共有をですね選択することによって簡単に目的地の指定をすることが可能となります。はい、そういった意味でもこの共有機能はモビリンクを利用しながら移動したい場合に、Google マップから呼び出すということができて大変便利に使えるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、もう一つはですねスケジュールの機能ですね。で、実はこれって何のためにあるのか最初わからなかったんですね。Android だと最初からスケジュールは Google カレンダーがあるし、 iPhone にも同様の機能がある中でわざわざなぜモビリンクでスケジュールの管理をしなければならないのかと。スケジュールっていうのは例えば車を使った移動っていうのももちろんあるんですけれども、支払いの予定とか車に関係ないスケジュールもですね、モビリンクで管理するのかっていうところにですね大変違和感を感じておりました。と思ったらモビリンクには Google カレンダーとの連携機能があって、スケジュールはですね自動的に同期されるような形になっております。
さらにここからが便利な機能としては、移動時間を計算して出発時刻をですね通知してくれる機能があります。ここからはですね実際に試してみたいと思うんですけれども、例えばなんですけれども、今日の6時に、成田空港にお迎えに行かなければいけないというスケジュールを作ってみたいなと思います。はい、ということで、Android の今見ているのは Google カレンダーですね。こちらで、追加で、スケジュールを作成します。はい、こんな感じでですね、出迎え6時、さらに場所は成田空港の第一ターミナルとしました。これはですね、単純に保存します。こちらモビリンクなんですけれども、しばらくすると、はい、今このようにですね、出迎えというスケジュールが同期されてモビリンクの方にも表示されました。ここからなんですけれども、出迎えをタップします。さらに編集を押して、ここですね、お出かけプランを作成するという、チェックが入っていることを確認したらですね、まず出発地を選択します。出発地は自宅にしましょう。はい、到着時刻は少し余裕を持って、例えば20分前ぐらいにしましょうか。はい、このような感じでですね、お出かけプランを作成したら、はい、決定を押します。そうすると、ほい、このようにですね、移動という項目がさらに追加になりました。ということで、自動的にですね、移動時間を計算して、逆算してですね、これくらいの時間に出れば間に合うよというようなスケジュールがですね、さらにお出かけプランとして追加されるというところが結構便利なんじゃないかなというふうに思います。さあ、ここからはですね、このチャンネルおなじみになった音声認識の機能をチェックしていきたいなというふうに思っております。まずはですね、いつものあれをやっていきたいなと思うわけなんですけれども、ここにちょうどマイクのボタンがあるので、はい、近くのマクドナルド、おお、ちゃんと出てるかな。はい、出てるっぽいですね。さあ、ここのポイントとしては、文脈をちゃんと理解しているっていうところなんですね。例えば他のアプリだと、近くのマクドナルドっていう地名を探した挙句にですね、そんな場所がありませんというような、返答が返ってくるわけなんですけれども、モビリンクとしては近くにあるマクドナルドを探してきてくださいと、言い方を変えると、マクドナルドの言い方を変えると、マクドナルドを現在地から近い順に、表示してくださいというふうな意図をですね、ちゃんと汲み取ってですね、このような結果になりました。これ賢いな、まさかこういうふうになると思わなかった。さあ、次なんですけれども、略称ですね。バーキンに行きたい、はい、これはですねダメかな。バーガーキングがそもそもこの辺にあったっけっていうのがまああるんですけれども、なくはないんだけどな。バーガーキングがですね、30キロ圏内、20キロ圏内ぐらいに1軒あるはずなんですけれども、結果はこんな感じになりました。じゃあどんどんと、略称を試していきましょう。マクドに行きたい、マクドはマクドナルドとして認識するみたいですね。さあ、次はですね、表記揺れも試したいと思います。よっ、快活クラブ、おとやると、快活クラブも、おそらくこれ正しい順に並んでるんじゃないかな、なんていうふうに思っております。はい、賢いですね。ではで行くと、この快活クラブをですね、よいしょ、クラブと、カタカナ表示にした場合はどうなるのでしょうかと。あ、すごい、これもですね、正しく快活クラブ、どちらの表記でも、同じ結果が出ました。これ確かね、こっちアプリかなんかだとクラブ
カタカナ綴りのクラブ と、いわゆるアルファベット綴りのクラブでですね、表示結果が変わったっていうですね、残念な結果があったんですけれども、モビリンクに関しては正しく表示ができていますと。頭いい、素晴らしいっていう感じですね。はい、ということでまとめになります。まずトヨタ社以外でもこのトヨタが作ったカーナビアプリは利用できるかっていうと、はい、利用できると言っていいと思います。もちろんトヨタ社じゃなければ使えない機能っていうのはいくつかあるようなんですけれども、カーナビアプリとして利用を制限されるような不便さはなく、どんな車でも利用できると思います。そして何より無料であるということが強みだと思います。そもそも課金要素がアイコンぐらいしかなく、課金無課金の差別化が図られていないため、無料でも安心してご利用いただけると思います。また Apple CarPlay の時にあったような無意味ともいえる操作の制限も特にありませんでした。前にお伝えした通り、 Google マップは少しナビアプリとして頼りない部分があるため、特に Android ユーザーの方にはおすすめのアプリになるんじゃないかなというふうに思っておりますので、ぜひお試しいただければなと思います。はい、ということで今回は以上になります。まだまだですね、使ってみたいナビアプリありますので、引き続き次回をお楽しみにしてください。ありがとうございました。ではまた。